はい、こんにちは、りほこです。はい、今回はスマートフォンでできちゃうゲーム先住士ロードナイトの方をプレイしていこうと思っております。先住士って聞くとね、多分知ってる方もねいるんじゃないかなと思うのですが、先日ですね、先住士ロードナイトっていう新作のアプリが配信されましたので、そちらを遊んでいこうかなと思っております。キャラクターたちもねちらっと見たのですが、すごい魅力的なキャラクターばっかりだったので、今回ねちょっと楽しみにしているのですが、先住士っていうことでキャラクターたちは銃の化身ということで、銃の擬人化ですねのキャラクターになっております。キャラクターもすっごいたくさんいて、22人が初期実装キャラクターで、サブキャラクターが5人で、合計27人のキャラクターということで、かなりねキャラクターの数も多いので、私のね好きなキャラクターも見つかればいいななんて思っております。あらすじが、主人公がある出来事をきっかけに銃が人の形を得た奇獣士を呼び覚ますことになって、彼らと共に襲いかかる敵と戦う日々を送っていくっていうことで、まあとにかく擬人化した銃と一緒に戦っていくっていう感じですかね。ということで早速ね、こう遊んでいこうと思うのですが、最初にちょっと PV を見てどんな感じのキャラクターがいるのかななんていうのを一緒に見ていきたいなと思っております。はい、じゃあ早速見ていこうかなと思っております。レジスタンスの戦いから7年。輝き満ちて結ばれた奇跡、傷つくことをかっこいい。絵がめっちゃ綺麗ですね。バラとかもめっちゃいいな、好きだな、これが可愛い。眩しい光に憧れ続けた、嘘も真実も全てを飲み込んで、国ごとにいっぱいキャラクターがいるんですね。はい、という感じで今ちょっと PV を一緒に見たんですけど、めっちゃかっこいい。曲もすっごいかっこいいし、キャラクターたちもすごい魅力的で、金髪のキャラクターがすごい気になりましたね。こうやって手を伸ばしてるやつ、メインのキャラクターなのかな。すごいなんか魅力的なキャラクターだったんですけど、あと気になったのが、なんかオタクみたいなオタクみたいなキャラいたんですよ。なんか T シャツに柄が書いてあるやつ、字が書いてあるやつ、あれ、あのキャラクター何なんだろうか。これ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 、なんかメガネかけてて、なんか T シャツに炙り炙りって書いてあるキャラ、この子なんだろう、すごい可愛い。この子が気になるな。あとはやっぱ金髪のキャラが気になるなっていうところなんですけど、ちょっと早速ね今一緒に PV を見てきて、どんな感じのねキャラクターいるのかなっていうのを見てみたので、アプリをやっていこうと思います。ちょっと一緒にやりたかったので、まだアプリ撮ってないので、アプリを撮るところから始めようと思います。久しぶりにアプリのゲームやるなっていう感じなんですけど、お、先住士ってやったらすぐ出てきましたね。先住士ロードナイト、これをやっていこうと思います。ピポーンよーし、楽しみだな。よし、先住士ロードナイトやっていきます。タップトゥースタート。先住士、お、じゃあ名前登録から、最初マスターって書いてあるけど、リホコでやっていこうかな。リホコ一人称は私なんで私でやっていこうと思います。よろしくぜ、よろしいですか。 OK、 誕生日は5月
23日、登録する。20世紀末15億人もの命が失われた核戦争のせい。お、なんかこうノイズみたいなこういうやつ好き世界は圧倒的武力を持って圧政を敷く世界帝の支配下に置かれていた。なんか暗い感じですね。ふん。武器の所持が禁じられる中、美術品として残された古銃を手に決死の戦いを挑む者たちが現れる。背景もすごい、街並みが綺麗。彼らレジスタンスは銃の化身機銃士の力を借りて革命戦争に勝利し、勝った後なんだ。世界は平穏を取り戻しつつあったが、しかしよくある、うん、今新たなる脅威が忍び寄ろうとしていた。ここから始まる感じ。あ、悪そうめっちゃ悪そう。邪魔者を排除しなさい、私の騎士。おやめくださいすごい悪そうだな。え、このキャラさっき手差し伸べてたキャラじゃないですか。え、違う、めっちゃ激に、え、目ん玉赤くなってくる。めっちゃ物騒な感じ。なんせ、あー素晴らしい、見事だわ。さあ参りましょう。なんでこいつ、この人に使われてる。You are majesty。 おお、なんで。オープニングが入った。これさっき見たやつですね。ちょっと飛ばしていこうと思います。私はじっくり見ます動画だけカットします。今ちょっとダウンロード中なんですけど、キャラクターがね結構出てきてるので、それを見ていきたい。あ、これじゃん、これこれ、え、これじゃないの、ジョージ。ブラウンですの、もう一つの人格、わかるそうなキャラですね。あ、なんかピンクの髪で気になる。しかもオッドアイだ。イギリスの、この人もなんかいい大人の味出してるな。あー、これかっこいいな。銀髪でここだけ紫入ってるし、銃も紫になってる。お、終わりました。第1話、戦いの日々。マスター。うわ、画面真っ暗じゃん。あ、これ紫の人じゃない、さっきの。増援要請だ。行こう、みんな。うわあ、なんなんだこいつらは落ち着いてください。はい、ここは世界連合軍が必ず皆さんの盾となります。声が市民の皆さんは誘導に従って。声がいつもお世話になってるな。いや、めっちゃ怖っ。殺す、破壊する。なんだなんだこいつは。アウトレイジャー、なんだこの敵は。ロボット、なんなんだろう。うわあ、痛い、やめてよ、苦しいよ。もうなんか死にかけになってるし。このままでは市民が。市民助けよ。どうしよう。お待たせしましたにする。お待たせしました。候補生君。おお。戦闘状況を確認した。マスター、指示を。相変わらずマスター、マスター、うるせえな。指示がねえと何もできねえのかよ。ザコ。めっちゃバチバチしてるじゃん。喧嘩腰やな、はあ。マスターの言葉が全てに決まってんだろ。黙って引っ込んでろ、ライクツ。喧嘩はやめてよ。おい、マークス、お前誰に向かって指図してる。喧嘩やめようよあんた以外誰かいるのかよ。おい、マスターが望むなら俺は誰を殺したっていいんだぜ。もちろんあんたもな。すごいな、俺は誰を殺したっていいんだぜ。マスターが望むなら、君が望むなら私は死ねるみたいな感じですか。うん。まあまあまあ、二人ともここはグッと飲み込んでくれよな、敵倒そうぜ、喧嘩はやめよう。縄につかせるのが先だ。うるせえな、実家のおっさん、戦闘では役に立たねえんだから下がってよ。そんな、なんだろう、戦闘で役に立たない。ヘイヘイ、俺が相手だ。ヘイって感じだった。すごいじゃん、ノリがいいな。ヘイグワッ。お、一ヶ月ぶりの命中。怖い、チラーンってなった。やればできるな、俺。イエーイ。イエーイみたいな感じなんだ。お茶目やな。すっげー煙。あれ、火薬入れすぎだ。結構元気系な。何も見えなくなっちゃった。お茶目な感じなんだ。おい、ジョージ。余計なことするな。狙撃の邪魔だろうが。連射できねえ小銃のくせに先陣切りやがって。銃によってあるんですかね。なんか今は役に立たないとか、連射ができないとか。
ああ、ごめんごめん。ごめんです。仲良し。言い争いをしている場合じゃないだろう。アウトレイジャーの鎮圧ができるのは君たち機銃士だけなんだ。頼むぞ。ぐわ。怖い怖い怖い。この化け物怖い。うわ。いけない。そっちには町の人たちがいる。おい、アウトレイジャーども。こっちだこっち。じって。そうそう。俺たちだって後ろに隠れてるだけの機銃士じゃないよな。うん、俺も手伝うぜ。なんか市民を守る銃みたいな感じ、警察官みたいな、今の世界で言ったら。うん、怖い怖い。マスター、これより目標の制圧に入る。アウトレイジャーどもを無力化するぞ。どうしようかな。戦闘開始。本当に戦闘始まっちゃう。いくぜ。バトルが始まった。スキップはしません。はい、これでバトルが始まる感じなのかな、アプリのね。すげえ絨毯の雨だ、やばいなこれ。避けよ。俺の後ろに、かっこいいな。これやっぱかっこいいですね、この銀髪の紫の子。紫だから好きになりやすいのかもしれないけど、なんか紫で銀髪で目が赤で、ちょっとなんか強めの、しかもなんか忠誠使ってくれる感じのがかっこいいな。自らの意志で通常攻撃を行います。必要に応じて指示を出しながら戦いましょう。まあ、とりあえずちょっとやってみますね。どういうこと？あ、これ押すの？あ、押さないのに動いた。敵の隙をついて仕掛けてみる。タイミングを指示してくれ。うん。ゲージが溜まるとスキルが使用できる。あ、今、スキル使用できる？えい。おお、かっこいい。雑魚が。え、倒した。まだ敵の気配が残ってる。うん。神妙にお縄につけ。おおおおお。すごいすごい、勝手に進んでる。俺に任せてくれ。あの日の大切なもののために、なんかあったんですかね。うん、絶対好機。絶対攻撃。おおお、なんか始まる。神獣ゲージが溜まり、最大まで溜まると絶対攻撃、絶対非常の状態になります。必殺技ですね。うん、必殺技が使えるってことだね、きっと。お、強力な神獣が使用できますっていうことで。はい、いえ神獣。めっちゃ凝ってる。びっくりしたわ、すげえ。お、目開いたし、すごくない？くらえ！戦闘シーンでこんな動くの？すごいな。さすがジョージくんだわ。さすがジョージくん。できることを精一杯やるだけだ。俺もいつかは絶対攻撃。この顔やばい。切ない。なんだなんだ？必殺技使えないのかな？なんかすごいな。このアプリの中のゲームでこんななんかムービーが動くっていうのがめっちゃすごいですね。凝ってる。アニメ見てるみたいですね。うん。あとはこっちでやるから、お前はそこでおとなしくしとけ。喧嘩しないで。俺は二度と負け犬にならねえって決めたんだ。かっこいい。なんかもう二度とみたいな。いいですね。お、必殺技だ。オートモードをオンにすると、自動的に寝てくれる感じね。オート。お、必殺技だ。何これ、めっちゃ好きなんだけど。え、何これ、髪の毛切った。え、この子何、ツインだったの。一丁やるか。何何何、髪の毛切った。消えな。この必殺技がすごい。俺の敵じゃなかったな。なるほどな。へえ、こういう感じで戦っていくんですね。俺とマスターの勝利だ。当然の結果だな。マスター、戦闘終了だ。破損はないか？あ、私がマスターそれさえもみたいな。破損はないか？大丈夫、問題ない。うん。もうダメかと思ったら助けてくれてありがとうな。あ、すごい。みんな喜んでる。みんなのおかげで。すごい。拍手。
感動したわ。私も感動したよ。当然だ。イラストが綺麗だもん。マスターは優秀だからな。君も褒められてるんだよ。かわいい。候補生くん、私も君に命を救われたよ。候補生くん、ありがとう。候補生、いや、君の担当教官として鼻が高い。早速軍に報告を。って、候補生くん、大丈夫か。疲れちゃったん。やって、思わずにやけるイケメンたちの顔。おい、どけラッセル。マスター、バラの傷を見せてみろ。これは傷が広がってるぞ。ジョージ君、治療した方がいいんじゃないかい。何このフラグ。助けてくれる感じ。何、治療してくれるの。看病イベント発生。お、俺の出番だな。任せてくれ。え、何、絶対後期。え、治してくれんの。やだ、その顔見えたらもう治せるわ。治療完了っと。イケメンの顔は治癒効果がある。いつもありがとう、楽になった。いつもありがとう、マスター。任務終わったんならとっとと帰ろうぜ。服も汚れたし。え、なんかどうしよう、なんかピンクの方も早くシャワー浴びたい。気になる。え、なんかみんなイケメンなのでは。いいね、俺もお腹ペコペコ。だってこの子も気になるもん。食堂でバーガー食いたいな。私もバーガー食べたい。そうだな、他の連中も君の帰りを首を長くして待っているだろう。ではみんなで士官学校に帰還だ。帰ろ帰ろ。仲間たちを、なんて読むんだこれ、ガチャですね。ガチャで、きっとこれ最初のガチャだ。で、やりましょう。はい、いきますよ、せーの、ほい。何が出るかな。お、いっぱいキャラクターがいるぞ。あ、ピンクの子来た。へえ。あ、知ってるキャラばっかじゃん。あ、この子かっこいい。へえ、古獣って書いてある。へえ、キザな感じだな。あ、同じのが出たぞ。なんか同じの2枚とかあったら強くなったりするんだかな。3枚目。なんだこりゃ、 かわいい。闇そう、闇深そう。うんうん、星に願います。バラがすごい。なんだなんだ、誰だ。え、かわいいんだけど。スプリングフィールドっていうキャラクターの名前ですかね。なにこれ、めっちゃかわいい。儚げの表情。なにこれ、かわいいな。次という感じで、今ちょっとだけ序盤の方だけプレイしてみて、最初のガチャ引いてみたんですけど、こっからねストーリーの続きとか読めるみたいです。うんうんうん。はい、という感じでちょっとねサクサクストーリーを進めていったのですが、結構シナリオ面とかも面白くてどんどん進めていったのですが、とりあえずチュートリアルが終わったっぽくて、で今ですねプレゼントとかもたくさんもらって、50万人ダウンロード記念のプレゼント、ローズストーン1014個とかももらうことができました。嬉しいですね。50万ダウンロードってすごいな。これちょっと一括受け取りにして、お、なんかいっぱいもらったぞにして、はい、っていう感じで編集室ですねプレイさせていただいたのですが、今だと50万ダウンロード記念で、まあ、1014個のローズストーンがもらえたりですとか、12回分のガチャも無料で引けるっていうことで、ぜひ気になったなって思った方、このキャラ気になるなとか思った方ですね、概要欄にも載ってますので、ぜひアプリダウンロードしてプレイしていただければなと思っております。なんといってもやっぱり私個人的にはイラストがねめちゃめちゃ強いなって思いました。キャラクターもたくさんいて、イラストもすっごい可愛くて、でこう絵がちょっとこう動いたりとか、こうスチールがねすごい綺麗だったりとか、見て楽しめるし、さっきちょろっとシナリオ面もプレイして、シナリオも結構楽しみだなと思える作品だったので、これからねちまちまプレイしていこうかなと思っております。バトル最中にこうアニメみたいな感じでこう必殺技が出す時にこう動くのがねすごいいいなって、かっこいいなって思いました。はい、っていう感じで、ぜひみんなも気になった方アプリダウンロードしてみて、気になるキャラと好きなキャラと会えればなと思っております。はい、今日は以上になっております。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。